ヒアリナの魅力は、透明感のある小さな葉がぎゅっと詰まった美しいロゼットにあります。大きく成長すると葉が幾重にも重なり、迫力すら感じられるようになります。紅葉すると淡い紫色やピンクなどに染まり、さらに美しさが増します。エレガンスやシムランスと同様に、ピンクとイエローのグラデーションが美しい小ぶりの花を咲かせます。アモエナの魅力は、コロッと丸い葉をした可愛らしいロゼット。成長しても直径3センチメートル程度にしかならず、小吹きしやすいので群生して成長します。小型のエケベリアの原種はいくつかありますが、アモエナのように丸まった葉をしたタイプは他には見られません。紅葉すると深いバイオレットに色づいて大人の雰囲気を出してくれることもあります。シャビアナの魅力は何といっても美しいフリル。フリルタイプのエケベリアは大型になるまでフリフリがはっきり出てこないタイプが多いですが、シャビアナは小型でもフリルが楽しめます。20から30センチくらいまで大きくなるため、葉が締まった形にしてあげると葉ボタンのように迫力が出てきます。紅葉すると紫やピンクがより強く出ます。もともと葉がピンク色をしているものもあり、夏でも綺麗な色合いを楽しめます。萼の長い朱色の花が複数連なって咲きます。コロラータの魅力は優しい色合い、厚みのある葉が重なるロゼットの美しさ、たくましさの中に優しさを感じるバランスの良さです。昔から育てていてもとにかく秋の来ない美しさなので、エケベリアに興味を持ったなら一度は育ててほしい品種です。春になるとピンクと朱色の中間のような色の花を咲かせます。七福神の魅力は金星の取れた美しいロゼットと群生の美しさ、そして七福神という縁起の良い和名でしょうか。七福神は大きいもので直径15センチメートルほどに成長します。古くから日本に馴染んでいるだけあって、家の庭でもりもり育っている七福神を見かけることがあります。見るからに美しいロゼットに引き込まれて、つい立ち止まってしまうこともあります。サブコリンボサの魅力は、やや角張った葉が織りなす小さくて可愛らしいロゼットです。葉が角張っており、密集してくると三角形の葉が出ているようにも見えてきます。紅葉すると葉の裏側の色づきが良くなります。またエッジがピンクのラインで縁取られて、コントラストも美しくなります。サブコリンボサは名前も特徴的で、コリンという言葉にコロコロして可愛らしいイメージを重ねたくなります。トリマネンシスの魅力は、何といっても葉に浮き出る模様とぎゅっと詰まった肉厚のロゼットです。やや角張った葉の成長に合わせて薄く覆われた白い粉によって作り出させるウォーターマークは自然の芸術作品です。太くたくましい葉がぎゅっと詰まった姿を見ると、まるで彫刻や宝石のような完成度の高さを感じます。ワックス、赤い爪が可愛いポイントです。レディースフィンガー、葉が短くたくましい感じです。レディスビンゴ、葉はやや短めで葉先が黒く色づきます。ルブラ、鋭く尖った葉先と紅葉期にはグレンに染まるのが特徴です。モルゲイン、紅葉期にはエッジが濃くなりグレンに染まります。紫式部、クスピダータのスタイリッシュさと爪の鋭さにロメオの色合いが加わって、紅葉期にはパープルに色づく美しい交配種です。マリア、フランクレーネルト氏によるアガボイデス×プロリフェラの交配からの選抜種とされています。ティッピー、整ったフォルムのロゼットにピンク色の爪がアクセントになった見応えある姿です。紅葉すると爪のピンク色が強調されてさらに美しくなります。ソナタ、2011年頃に韓国から来た交配種です。詳細は不明ですが、アガボイデス系と言われています。シリウス、洗練されたフォルムと赤い爪が魅力です。シャイニングパール、広めの葉に美しいロゼットが魅力です。ジェイドポイント、美しいフォルムで小吹きやすいのも特徴です。ケペル、むっちりした見た目が人気の交配種です。アイボリーとしても流通しています。クリスマス、クリスマスらしく赤く色づく交配種です。
クリスマスイブという姉妹株もあります。ギルバ、根岸交配にも使われている歴史ある交配種です。エレガンスの透明感がしっかり生かされています。バション、透明感のある引き締まった姿が魅力です。祝いの松、呪いの松ではありません。黄色に染まる葉が魅力的な交配種です。赤い星、比較的小さいロゼットで名前の通り赤く染まった葉が星の輝きのように四方八方に開きます。赤い唇、紅葉期になると透明感のある葉が真っ赤に染まります。